待っていたぞケンシロウ、バトルボーナースまあ知らない人は知らないんだけどね。ね、ツイッターのなんかね、お話で、どっかの調理学校の生徒が冷蔵庫の中に入って置いてっちゃったよっていう話なんですけど、それでスーパーなんですけど、スーパーで冷蔵庫に入っちゃったらしいよね。ダメだよね。でもね、思うの。あ、いや、まだ言ってなかった、言ってなかった。まだ思うこと言ってなかった。その前もちょっとね、あのね、思うことがありました。彼らは退学になっちゃいました。学校の先生は、調理とか料理を学ぶ前に人間として何かその学んでることが、まだ未熟だと言ってます。そんな感じのこと。以前の問題だよ。で、食を学ぶ以前の問題だよ。退学だ！退学だ！と言いました。で、退学になりました。移した方と移された方、両方、2名ね。思うんです。やりすぎです。まず、スーパーの冷凍庫に入ってる商品全部お買い上げさせられた挙句に、清掃費用、そしてその間アイスクリームが売れなかったという損害の保証、まあ何十万単位でしょうかな、まあ50万あれば足りるかな、足りる、まあ慰謝料込みで50万ってとこかな。でかいですよ、50万は。まあ、半分に割って25万ずつ。で、親からも怒られるし、学校からも退学ってなって、これはちょっと考えるべきでしょう。まず、不意に、ものすごいことになってしまったっていう、このものすごいことになってしまったっていうこの状態ではもうあれでしょ、後悔してるでしょ、反省もしてるでしょ。だからね、退学はやりすぎだと思うんですよ。罰は、あ、もちろんほらコンビニとかで店員さんがバイトしてて、その寝転がったとかパンを顔にのけたとか、あれはクビになったり、まあいいで、当たり前のことです。だからそれはいいんですよ。ただ学校とかを退学になるっていうのは行き過ぎだと思います。だってですよ、お金も払わって、でもうそこで十分分かったことですよ。もう反省するでしょ。で、学校を退学となるとねえ、きついですよ。今あんま考えながら話してます。落ち着いて罰っていうのを考えた方がいいと思います。何でもかんでもはしごを下ろして登っていかれないようにしてしまうっていうのはダメだと思います。何でもかんでも失敗を認めないようにすると、社会ってギスギスするんじゃないですかね。あの、金額が少なければいいのか、お金を払えばいいのかとか、そういう問題じゃないんですよね。もう彼らはとんでもないことになってしまったって分かってるんでって今言ったけど、まあこれ想像ですけどね、反省はしたと思うんですよ。想像力がなかったってことを反省はした、悪いことした、反省はしたと思います。で、これ以上追い打ちかけてどうすんのと。体格じゃなくて定額みたいなものがあったら、そっち方面に回してもいいんじゃないかなと思うんですよ。だって調理師になるために学校にせっかく入ったんだから、はしごを下ろして社会からかね、ドロップアウトさせてもね、社会のためにならないでしょう。労働力として今から日本の経済を一緒に支えていくんですから、はしごを下ろすことまでしなくていいと思います。弁償もしたし、するんでしょ、今から。慰謝料も払います。
ちゃそこまでっていいけどもいいと思います。うん。そうは思いませんか？もう一回言いますけど、バランスを欠けてしまった、やりすぎた懲罰とか、やりすぎた、そういうギスギスしたような世界は、結局、みんな苦しくなりますよ。うん、何でもバランスが必要です。行き過ぎた社会はきつい。うん、若い子だって許されるわけではないんだけど、彼らは今回お尻を拭いてもらうと思います。本人が払い切るなら払うんでしょうけど、まあ払えないわな。うん。だからもう十分罪は償ったと。言ってもいいんじゃないでしょうか。コメントお願いします。コメントここでもお願いします、うん、皆さん本当にどう思いますか。行き過ぎた罰とは思います。学校大学させてもね意味ないもんね。これというか、うん、本当にそんなはしご下ろしてもねしゃあないもんね。ドロップアウトしてもね、なんも日本のためにも良くならないし、学校のためにも良くならない。何か問題あればすぐ切り捨てればいいと思ってるぐらいの勢いだから。もちろん義務教育じゃないし、高校でもないし、アマチュアのこと言ってんなとか言うかもしれないけど、学校の名誉を傷つけたとか言うかもしれないけど、覚えてますか？こんな程度の話題。覚えてないですよね。お前、あの、何々学校の、何々調理学校の、あの、冷蔵庫に入ったやつだろ。まあ、そこの学校の出身だろとかまず言わないですよね。大学になるには何か事件を起こさない限りは、事件っていうのはもうこの程度の事件ではなくて、飲酒運転で人を跳ねてしまったとか、逃げたとか、強盗をしたとか、まあ、殺人事件をしてしまったとか、暴力沙汰を起こしたとか、まあ、その辺ぐらいまでならないと、何々学校、何々の調理学校な、出た。お前あいつはあの学校の出身だろ、なんであの学校はってふうに学校の名誉を傷つけたとまでは言えないと思います。というわけで皆さん感想よろしくここに書いてください。次にお願いチャンネル登録ってしてみてください。お願い。あんま面白くないな最近ね。ちょっとネタもね、つなげたっていうか、表現方法がね、一つでね、表現がうまくね、ないんだよね。一つしかないから。はあ、まあ、少しずつ勉強していくか。うん。俺も勉強ですよ、これも。俺も勉強。その調理学校の人も勉強。みんな勉強。うん、終わり。